県は今日、熱海土石流災害の行政対応の再検証の結果の詳細を明らかにし。公文書の破棄などについて、新たな条例で定めることを説明しました。今日、県が会見を開いて説明したのは、熱海土石流災害の行政対応の再検証の詳細についてです。二十八人が亡くなった、熱海市伊豆山の土石流災害の行政対応をめぐっては。 県が設置した第三者委員会が行政対応は失敗だったと結論づけましたが行政が所管する法令ごとの検証が十分ではないとして川勝知事が去年異例の再検証を表明県は再検証の結果県所管の法令の運用では土石流発生を抑止することは難しかったと結論づけました。一方、再検証をしたことで、 関係者の間での情報共有や公文書の管理体制などの改善点が明らかになったとして年度初めなど一定の時期に懸案事項を関係者で共有する場を新たに設けることや公文書の破棄は外部有識者の審査会を経て決定するなどの仕組みを新たな条例で定めることを説明しました。